独走江戸川乱歩よく晴れた秋の一日であった仲の良い友達が訪ねてきてひとしきり話が弾んだあとで気持ちのいい天気じゃないかどうだそこいらを少し歩こうかということになって私とその友達とは私の家はバス停にあったので近くの広っぱへと散歩に出かけたことであった 雑草の生い茂った広場には昼間でも秋の虫がチロチロと鳴いていた草の中を一尺ばかりの小川が流れていたりしたところどころには小高い丘もあった私たちはとある丘の中腹に腰を下ろして一点の雲もなく澄み渡っている空を眺めたりあるいはまたすぐ足の下に流れている溝のような小川やその岸に生えているさまざまな 見れば見るほど無数の種類の小さい雑草を眺めたりそして「ああ秋だなあ」とため息をついてみたり長い間一つところにじっとしていたものであるするとふと私はやはり小川の岸のジメジメしたところに生えていたひとむらのある植物に気がついたのである「君あれなんだか知っているか?」 そう友達に聞いてみると彼は一体自然の風物などには興味を持たぬ男だったので不愛想に「知らない」と答えたばかりであったがいかに草花の嫌いな彼もこの植物だけにはきっと興味を持つに相違ないわけがあったいや自然を顧みないような男に限ってこの植物の持つある凄みには一層引きつけられるはずだった そこで私は私の珍しい知識を誇る意味もあってその植物の用途について説明を始めたものであるそれはバツ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 と言ってねどこにでも生えているものだ別に激しい毒草というわけでもない普通の人はただこうした草花だと思っている注意もしないところがこの植物は妥卓の妙薬なんだよ今のようにいろいろな薬品のない自分の妥卓薬といえば ももうこれに極まっていたものだ。よく昔のサンバなんかが秘宝のおろし薬として用いたのはつまりこの草なんだよ。それを聞くと私の友達は案の定大いに好奇心を起こしたものである。そして一体全体それはどういう方法で用いるのだと甚ははだ熱心に聞き出すのであった。私はさては早速入りうがあると見えるねえなどとからかいながら おしゃべりにもその詳しい方法を説明したのである。これをね手のひらの幅だけ折り取るのだ。そして皮をむいてそいつを。と身振り入りでそういう秘密がかったことは話す方でもまた面白いものだ。ふんふんと感心して聞いている友達の顔をながめながめこまごまと説明したのである。それからその打退団がきっかけになって私たちの話は。 三次制限問題に移っていったその点では友達も私も近頃の若い者のことだ無論話があった制限論者なのだただそれが御用されて不必要な有酸階級に行われ無産社会にはそんな運動の起こっているのを知らぬ者が多い現にこの近所には貧民窟のような長屋があるのだがそこではどの家も必要以上に孤独者ばかりだ というようなことを大いに論じたものであるそれを論じながら図らずも私の頭に浮かんできたのは私のうちのすぐ裏に住んでいる老郵便配達婦の一家であったそこの主人はこの町の三等郵便局に十何年勤続して月給わずかに50円ボンクレの手当がおのおの20円に満たないという身の上であったそのうちで 晩酌を欠かしたことのない酒好きではあったけれど極めて律儀者で十何年という長の月日をおそらく一日も欠勤せずに通してきたような男であったそれで年は50を越しているらしいのだが結婚が遅かったものと見えて12歳を上に6人の子宝があるのだ家賃だって10円は払わねばなるまいそれをまあどうして暮らしていこうというのだ 夕方になると12歳の長女が大事そうに五合瓶を抱えて老ーの晩酌を買いに行く私の家の2階からその哀れな姿が毎日眺められるのだ夜は血離れの3歳になる男の子が病的なおそらく栄治のヒステリーであろうが力のない声で一晩中泣き続ける5歳になるその上の女の子は 頭から顔からお出きができて夜になるとそれが痛いのかかゆいのかこれもまたヒステリーのように泣き叫ぶのだ40歳の彼らの母親はそれをまあどんな心持ちで眺めているのであろうしかも彼女の腹にはもうまた五月の子が宿っているのだだがこれは私の裏の郵便客婦の家に限ったことではないその隣にもその裏にも 似たようなくがいくらでもある。そして広い世間にはもっともっと郵便客負の重装売も不幸な家庭がたくさんあることであろうそんなことをとりとめもなく話し合っているうちに短い秋の日がもう暮れ始めたのである青かった空が薄墨色になり近所の家々にはしらちゃけたともし火が転じられそうして土の上に腰を下ろしているのが 妙に嘘ざむくなってきたそこで私たちは立ち上がって私は私の家に友達は彼の家に帰ることにしたのである。がその時つと立ち上がった私は今まで背中を向けていた丘の上に何かの気配を感じて何気なく振り向くとそこには夕闇の空を背景にして 木造のように一人の女が突っ立っていたのである。一刹那、私の目には、背景が空ばかりだったためか、それが非常に大きな異形のものに見えた。しかし次の刹那には、それはもののけなどよりはもっと恐ろしいものであることが分かった。というのは、そこに化石したように突っ立っていたのは、今言った。 私の裏の哀れな郵便配達婦のハラミ女房だったからである私は顔の筋肉がこわばったようになって無論挨拶なんかできなかった先方でも空洞のようなまなざしであらぬ方を見つめていて私の方など見向きもしなかったこの無知なよそじ女は言うまでもなくさっきからの私たちの話をすっかり聞いていたのだ 私たちは逃げるようにして家に向かった私も友達も妙に黙り込んで別れの言葉もろくろく交わさなかった二人はことに私は思わぬ女の立ち聞きにそしてその結果の想像にすっかり脅かされていた一旦家に帰った私は考えれば考えるほどあの女房の様子が気になりだした彼女はきっと初めから 例の植物の用途の説明のところから聞いていたにそういない。私はあの時、その植物を用いる時は、どんなにやすやすと、少しの苦痛もなく、堕体を行うことができるかについて、かなり誇張的な説明をしたはずである。それを聞いて、古伏者のハラミ女は、そもそも何を考えるのが自然であるか。その子供を産むためには、 苦しい中からいくらかの費用を支出しなければならぬ。もう老朽に近い年で生まれた子供を置くところに、3歳の子を背中に、そうして選択をし、炊事を働かねばならぬ。今でさえ毎晩極まったように怒鳴り散らす亭主は余計に怒鳴るようになるだろう。5歳の娘はますますヒステリーをひどくするだろう。それらの数々の苦痛が。 たった一本の名もない植物によって少しの危険もなく覗かれるとしたら彼女はそんなふうに考えないであろうか何が怖いのだお前は三次制限論者ではなかったのかあの女房がお前の教えに従って不要な一人の命を闇から闇へ葬ったとてそれがどうして罪悪になるのだ私は 理屈ではそんなふうに考えることができた。しかし、理屈でこの身震いがどう止まるものぞ。私はただ恐ろしい殺人罪でも犯したように、無性に怖いのであった。なんだかじっとしていては悪いような気がして、私は家の中をそわそわと歩き回った。二階へ上がって、あの広っ葉の見える縁側から、薄暗い丘の辺りを透かしてみたり、 その時郵便客婦の女房はもうそこにはいなかった。何の必要もないのに階段を駆け下りて23段も踏み外しばかばかしく騒がしい物音を立ててみたりそそくさと下駄を引っ掛けて表口の格子を開けてみたりまた閉めてみたりそんなことを繰り返したあとで結局もう一度丘の下まで行ってみないではいられなくなったのである。 私はもう一軒先は見えないほどの夕闇の中を誰か見てい,いはしないかと身のすくむ気持ちで後ろの方を振り向き振り向き例の丘のところまでたどり着いた灰色のもやの中に一尺の小川の黒い水がチロチロと流れていた一軒ばかり向こうの草の中で何の虫だか妙にさえた根で泣きしきっていた私は たくなってあの植物を探しをそれは辺りの低い雑草の中に化け物のように太い茎と厚ぼったい丸い葉をヌッと突き出しているのですぐに分かったが見るとその一本の茎が半ばからぽっきり折り取られてまるで片腕なくしたフグ者のように変に寂しい姿をしているのだ。 私はほとんどくれきった闇の中でうそざぶく立ち尽くしていた。醜い顔にいつも強者のように髪の毛を振り乱しているあのよそじ女の女房がさっき私たちの立ち去った後で恐ろしい決心のために頬を引きつらせながらのそのそと丘を折り四つんばいになってその植物を折り取っているありさまが気味悪く私の目に浮かんでくる。 それは何という滑稽なしかしながらまたなんという厳粛な一つの光景であったろう私はあまりの怖さにわっと叫んでいきなり走り出したいような気持ちになったことであるそしてそれから数日の後のことその間私はかわいそうな裏の女房のことは気にかかりながら強いて忘れるようにしていた 家人の噂話などもなるべく聞くまいとした。私は朝から家を出ては、友達のところを遊び回ったり、芝居を見たり、寄せに入ったり、なるべく外で世をふかしていた。だがとうとうある日、私は家の横の細い路地で、ひょっこりと、裏の女房に出会ってしまったのである。彼女は私を見ると、幾分恥ずかしそうにニヤニヤ笑いながら、 その笑顔が、私にはなんとものすごく見えたことであろう。挨拶をした。乱れた髪の毛の中に、病後のようにやつれた、血の毛のうせた彼女の顔がすさまじく覗いていた。私の目は、見舞いとすればするほど彼女の帯のあたりにいった。そしてそこには、予期していたことながら、 しかしやはり私をハッとさせないではおかなかったところの飢えた痩せ犬のように二つに俺はしないかと思われるほどのぺちゃんこのおなかがあったのであるそしてこの話にはもう少し続きがあるのだそれからまたひと月ばかりたったある日のこと私はふと通りすがりに一間のうちで私の祖母と女中とが 妙な話をしているのを小耳に挟んだのである。流れ好きなんだね、きっと。これは祖母の声である。まあ、ご隠居様が。ほほ <laughs> <laughs> むろん、彼女の笑い声はこんなに良くはないのだが、これは女中の声である。だってお前、お前がそう言ったじゃないか。 まず郵便屋のおさんのさそう言って祖母は指をくるらしいのだそれから北村のおかねさんそれから駄菓子屋の何と言ったっけねそうそうおるいさんそらねこの町内で3人もあったじゃないか。 だから流れ着きなんだよ、今月は。それを聞いた私の心臓は、どんなに軽くなったことであろう。せつな、この世の中が、まるで違った、へんてこなものに思われた。これが人生というものであったか。何のことだかわからない、そんな言葉が私の頭に浮かんだ。私はその足で玄関を降りると、もう一度、 例の丘のところへ行ってみないではいられなかったその日もよく晴れた小春日和であった奥底の知れない青空を何鳥であろうのびのびと円を描いて飛んでいた私は少しもまごつかずに例の植物を探し出すことができただがこれはまあ何ということだその植物はどの茎もどの茎も みんな半分くらいのところから折り取られて見るも無残なむくろをさらしていたではないかそれは近所のいたずら小僧どもの仕業であったかもしれないまたそうでなかったかもしれない私はいまだにいずれであるかを知らないのである